ファクタリングを使ってもいいんだよ。だけど儲かることを思いついてその仕事を取ってこれないとダメなんだよね。熱血コンサル基礎産業。ネットで資金調達について検索をする回数が増えたのですが、最近ファクタリングの広告が多く出るようになりました。審査可決率 95% や最短3時間で現金化など、今の私には魅力的な言葉がすごく出てくるのですが、そのようなファクタリング会社はコンサルをしてもらうわけではないので、単純に手数料率が低い方がいいというのが選ぶ理由になるのでしょうか。広告に出てくるような会社でもこのような基準で選んだ方がいいという基準はあるのでしょうか。まあファクタリングは融資じゃないからね。でも悪徳業者とかも結構いるよね。今日ちょっとファクタリングについてみんなと一緒に勉強していこうと思うんだけど、この3つのことについて話をしていきたいというふうに思います。まず最初に、そもそもファクタリングって何かっていう話なんよね。よくね、ファクタリングがよく使われてる業種って3代目どこだと思うね。当たり前のようにファクタリングが使われてる業界っていうか、医療介護業界。そういうことよね。医療介護業界はもう普通にファクタリングやってんだよね。これどういうことかというと、診療報酬ってあるじゃん。まあ、まさしが例えば胃が痛いから言って病院に行ったとするじゃろ。そしたら、まあ、まさしさんは3割だから1万円のところが3000円でいいよっていうことになるとするじゃろ。3000円すぐ払うよね。そしたらあと7000円っていうのは2ヶ月後に入ってくるとしょうか。そしたらその2ヶ月後に7000円入ってくる部分が、その間に人件費だなんだかんだっていうのを払わないといけないから、それであそこの部分をリコーリースとかさ、ああいうふうなところが手数料を引いてお金を先に病院に払ってあげるんだよね。6500円とか。ほんで6500円払ってあげる中で、期日が来たら病院に取り立てを代行してもらって7000円をもらうってこと。そうするとリコリースは500円の儲けみたいな考え方よね。大体今の会社がそういうふうなことをやってる。これね、ファクタリングってね、俺銀行員17年やったんだけど、長い目で見て急激にファクタリングって言葉がクローズアップされた時期ってのがあるんだよ。これ何かというとね、手形の電子化っていうふうに言ってた時。昔あの手形割引っていうのがすごく流行ってね。俺も割引の稟議とか書いてたんよ。割引っていうのは手形振るじゃん。3ヶ月サイト用みたいな感じ。今あんまないんじゃないかな。その3ヶ月ものの手形を 2% の手数料を取って割引ますよ、みたいなね。いうようなことをやってたってことよね。だからこれがまあ手形でその割引いて手形割引をしてたものが、手形がなくなったんだよね。だからその売掛債権をやり取りするってことになって、代わりに買ってあげるってことになるからファクタリングってことになったんだよね。ファクタリングって長所短所っていうのがあって、何が長所なんかっていうと、早いよね、審査がね。むちゃくちゃ早いよね。1000万の売掛金があるよっていうのがあって、その1000万の売掛金を例えば900万で買うっていうイメージだから、そのお金持ってる人がね、前でお金がもらえるっていう良さがあるよね。仕事がある限り潰れないっていうのがファクタリングの長所なんじゃないかなというふうにはちょっと思いますよね。短所って何なんかっていう話を。短所は何なんかというと、手数料が高いよね。だって金利だったら1年間で一番上でも15とかぐらいじゃん。でもファクタリングって1ヶ月 10% みたいなところが多い。 10% が普通ぐらいなんだよね。うちも顧客の売掛金買ったりとかするのがだいたい1割ぐらいなんだ。うちの場合1週間で 3% とかそんなのもやってたりとかするんだけど、大体まあそういう風な形で割引いて、高いところは大体 20% とか取ったりするよね。じゃあ短所って何かというと、融資じゃないから手数料が高いっていうのが一つ目と、もう一つが法的にめちゃくちゃ厳しい。ぶっちゃけ何かというと、絶対悪さできんよ。例えば1000万の売掛金しかないのに、ファクタリング会社に資金繰りが苦しいから2000万の請求書を上げてたみたいなケースって、一発詐欺で捕まるけん、もう絶対逃げられんから。だって悪意があって騙しとるじゃん。
500万以上のファクタリングの詐欺って大体一発実刑みたいなのが多いから、割とまあ重たい、違反した時に重たいっていうのがまあ2つあるかなというふうには思いますよね。便利だと思うけど難しいというか、そういうふうなちょっとおしゃれなことでもまあ捕まるぐらい結構危険なというか、闇金ではないんだけど結構危険ですよっていうのもまああるかなと。利用しちゃいけないのかっていうとそうじゃなくて、ファクタリングを利用していいケースとダメなケースっていうのがあるんだよね。これうちの会社もある意味ファクタリングみたいなするケースがあるんだよ。これどういうことかというと、例えばよ、お客さんから手数料もらうにしても、コンサルして資金集めてあげてね、まあ1億円集めたとしようか。そうするとまあ2000万くれとかいうようなことが出てくるわけよ。でも集めた中からくれって言っても、その1億円が本当にいる資金だったら、なかなかその一発で2000万もらうって難しいケースってあるよね。だから100万円の20回分割でもいいよってことで20回分割にするんだよ。でそれの売掛金を投資家の人に買ってもらうのね、実は。まあ例えば1600万とかね、いう形で買ってもらうみたいなことをやったりするよね。で今みんななんか気づかんかな、この話。あらり高いじゃん。100% のあらりちゃん。だからあらりが高いことをやってるんであれば、ファクタリングっていうのはどんどん使った方がいいんだよね。病院なんかもそうだよね、逆に考えると。あらりが高い事業をやってるから割り引いてもいいというか、手数料引かれてもまあへっちゃらみたいなね。っていうのはまあこれは OK なケースね。ダメなケースって何かというと2つあって、1つがやっぱり粗利が改善しないっていうケース、ファクタリングに結構依存しちゃってるみたいなね、いうケースはやっちゃダメなケースだというふうに思うんで、売上がもうこうずっと一社に依存しててみたいなね、メーカーとかでもで安せ安せ言われて安くなってて、で損益分岐点に到達してないところがさらに割引をすることによってさらに赤字が悪化するみたいなね、っていうのってよくあるよね。だから利用しちゃいけないケースってやっぱり粗利が作れないっていう、ファクタリングを利用することによって粗利が作れないっていうのが一番まずいっていうふうに思う。粗利が改善できないみたいな、例えば1ヶ月遅れでもいいから1割上げさせてくれみたいなね、ほんでそれをファクタリングで10% 取ってもらって、先にお金もらって、でそれで粗利が確保できるっていう事業であればいいんだろうね。だからタイムラグの調整をうまくすることによって、ファクタリングを使うことによって資金繰りの問題と収益力の問題を両方解決できるっていう話であれば利用してもいいんだけど、そうじゃないケースで言うとやっちゃダメっていうことになるかなというふうに思いますよね。あとファクタリングを利用する際にここは気をつけないといけないっていうポイントがあるんだよね。例えばファクタリングを利用するときに1億円のまあ売上が毎月あったとしようか。1億円の売上が毎月ある中でファクタリング足りないところだけをやらんといけんのよ。まるっとやっちゃダメってことなんよね。例えば1ヶ月で1000万足りなくて、1億円の売掛金の中の、まあ、例えば2000万とかの部分をそのファクタリングをかけるっていうことよね。金額で調整しなさいっていうことで、期間と金額で調整するっていうのがやっぱり一番気をつけないといけないかなというふうには思うよね。まあうちも3代目さファクタリングやってるじゃんか。一番なんかやっぱりファクタリングうちするときって出口必ず見つけるもんな、やっぱな。根本的な解決を目指すためにファクタリングをするっていう、俺目的だというふうに思うんだけどな、これな。そうですね、手数料高いのでずっと使い続けるっていうのは相当割り率高くないと難しいっていう感じはありますよね。うん、だからやっぱり受注が増えるようなコンサルしていきながら、例えばよ、例えば1ヶ月で、まあ、1000万しか売り上げが上がらなくて1000万ずっとファクタリングしとる人っていうのは毎月100万円の売り上げを削られるわけよ。毎月1000万だったら、まあ、1億2000万なんだけど、そこから1200万引かれるから1億2000万の売り上げが1億800万とか、そんな売り上げになっちゃうんだよね。そこの残りの部分からこう販管費を引かれるわけだから、当然まあ儲からないようになるよねってこと。だから儲かることを思いつかないとダメだよねっていうのが一番大事。ファクタリングを使ってもいいんだよ。だけど儲かることを思いついてその仕事を取ってこれないとダメなんだよね。だからそこの部分、なんでこれをやるんですかっていう目的を考えないとやっぱりいいことにならないのかなというふうに思うね。ファクタリング利用して潰れるってケースってそこかな。
支払いができないからファクタリングをするんだけど、そのファクタリングをすることによって根本的な問題が解決できてますかっていうことだよね。その分支払いを待ってもらったりして、でもう限界までやって、ほんでそのいるところだけをファクタリングをかけるっていうのが、やっぱり資金繰り解決の一番近道なんじゃないかなというふうには思うね。広告に出てくるような会社でこのどのような基準で選んだ方がいいっていう基準っていうのはもう一つしかない。手数料で選んじゃダメってことよ。手数料高い方ダメよ。手数料もだいたい10から12の間ぐらい。ファクタリングを絶対やる際に気をつけないといけないところって、先にコンサルを受けた方がいいと思うよ。コンサルを受けて、コンサルを受けた上で資金繰りの中でいる部分だけをファクタリングしていくっていうのが、まあ根本的な解決になるんかなというふうには思うね。うちの会社も3代目あれだもんな、ファクタリングしていく中で資本入れてもらったりとか、そんなことやるもんな、投資家の人からな。だから根本的な解決目指そうと思うと、やっぱりファクタリングだけだとちょっと厳しいかなっていうのはあるよね、やっぱね。時間稼ぎっていうところの面もやっぱ大きいのは大きいですよね、ファクタリング。うん、うちもそうだよ。応急処置でやっとるってケースが多いよな。でその中でずっと個別面談コースで半年ぐらいファクタリングをする中で、だいたいここに問題点があるっていうゴールを目指しといて、そこから他の第三者に助けてもらうか、その自社でこうファクタリングを減らしながら仕事を取って回復していくかっていう、だいたいこのどっちかになるというふうに思うね。今日のまとめなんだけど、やっぱりファクタリングにするにしてもノンバンクで借りるにしても悪いことではないんだよ、実は。だけど事業を大きくしていかないと意味がないんだよね。だからやっぱり高い金利に耐えれるだけの儲かることを実践できとるかどうかっていう話なんだろうと思う。だからそこはやっぱりコンサルを受けながらやった方がいいですよというのが今日のまとめだろうというふうに思いますね。そういうことで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。普段はこういう要は資金繰りのチャンネルなんですよね。だから資金繰りのことについて主に発信をしております。うちが資金持ってたりするので、資金繰りのことでお悩みのことがございましたら、この上の電話番号か概要欄にお問い合わせいただければというふうに思います。それと別にKCG 経営塾というグループコンサルをやっております。このグループコンサルのセミナーの内容とか、グループコンサルの内容についてはですね、ランディングページでも発信してるんですけど、 LINE で発信しております。この LINE にぜひ登録いただければというふうに思っておりますので、この電話番号の横のこの辺にあるのかな、ちょっとそこからQR コードから申し込んでいただければというふうに思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。1000万やったら50万、ね、同じ1000万で 3% って言っても、毎月こう下手すれば毎月こうロールするってこともあるんだ。最後まで見てもらってありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。資金繰り経営のご相談は概要欄からお願いします。公式 LINE 始めました。各種セミナーの案内をやっておりますので、ぜひ登録の方よろしくお願いします。